ハロー、YouTube。どうも、それです。今回は、海外で発表されたばかりの ASUS の新型スマートフォン、ZenFone Live L1 をご紹介します。この ZenFone Live L1 は、型番としては ZA550KL となるモデルで、ASUS の製品ラインナップの中でも、一番価格が安いエントリー向けのモデルとなります。まずはじめに、スペックを紹介すると、CPU は、Qualcomm の Snapdragon 425、RAM は 1GB または 2GB、ロムは 16GB。 ディスプレイは 5.5 インチで、解像度は 1440×720 ドット。カメラは背面のアウトカメラが1300万画素。前面のインカメラは500万画素。バッテリーは 3000mAh で、OS は Android 8.1。そして価格は日本円にして約1万円です。あくまでこのモデルはエントリー向けのモデルとなりますので、スペックとしては格安の中華スマホ並みになっています。ただし CPU が400番台のスナップドラゴンを採用するなど、この価格帯のスマホにしては頑張っているところはあります。またこの ZenFone Live L1 ですが、RAM が 1GB と 2GB 両方のモデルがあります。 1GB のモデルは Android を動かすには少し厳しいのではと思うかもしれませんが、この RAM 1GB のモデルについては Android 8.1 がそのまま搭載されるのではなくて Go Edition として搭載されます。Go Edition はスペックの低い端末でもある程度快適に動くようにカスタマイズされたエディションになります。ですので、RAM は 1GB と少ないですが、全く使えないわけではなさそうです。その他、ROM 容量についても 16GB と少し物足りない感じはありますが、最大で 2TB のマイクロ SD にも対応していますので、使い方に応じて容量を拡張することができます。その他の機能としては、顔認証に対応していますが、指紋認証については非対応となっています。気になる日本での発売についてですが、現時点では未定です。今から約1年前に現行の ZenFone Live が国内でも販売されましたので、可能性としてはゼロではないと思います。日本で正式に発売されることが決定しましたら、また別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。